おはよう。今日はいい天気やなおはようそうだね今日は何するん特にすることないから映画でも見よっかな家で見るん映画館行くんまだ決めてへんよでも久しぶりに映画館行きたいし映画館にしよっかな誰と行くんこれから行けそうな人に連絡するわその連絡する人に男は入ってへんやんな女の子だけやんな なんでそんんんなこととに教えへんとあかんのもう関係ないやろそうやけど昨日みっちゃんが男の人と歩いてるの見ちゃってみっちゃんが他の男の人と出かけるの嫌やからそれに付き合ってた時のようにケンちゃんって呼んでほしい俺はみっちゃんって呼んでるのになんで呼んでくれへんのなんかみっちゃんが冷たくなった冷たくせんとって悲しい勝手なこと言わんときや分かってるんケンジの浮気は原因で別れたいで。 俺に対する愛を試しただけなんやって、それやのに別れちゃうなんて。そんな言い訳通じると思ってるの、本当ありえへんわ。勢いで別れちゃうぐらい怒ってたんやんな。それくらい俺のことが好きやったんやんな。俺もまだみっちゃんが好きやから、もう一回やり直そうや。いや、無理やから。それにケンジに対する気持ちなんてもうないから。でも俺にはみっちゃんしかおらんねん。浮気してみて分かった。俺の運命の人はみっちゃんやって。そんなこと私には関係ないから、それに私気になっている人いるから。それ、本当もしかして昨日一緒にいた男 あの人はやめといた方がいいよみっちゃんの好きなタイプじゃないやん俺と別れたショックでそう思い込んでるだけあってそれに言いたくないけどみっちゃんのために言うな別れて1ヶ月で他の男を好きになるなんて知り合いはおんないと思われるであんなあんたにもプライドあるから言わんとこうと思ってんけどもう我慢できひんから言うわ何私と別れた後別の女の子と付き合ったらしいやんとみから聞いたで それれはあれやん相手から告白されて仕方なく付き合っただけやん。気持ちはなかったんてんってだからこうしてすぐに動かれてみっちゃんに帰ってきたやろ。何勘違いしてるん別に気持ちがあろうがなかろうがそんなんどうでもいいから。言ったやろ。あんたに対する気持ちなんてみじんも残ってへんって。でも俺は。まだ話の途中やで。最後まで聞きや。その付き合ってた子、も美の妹やってんな。そうとは知らずにナンパで声かけて、その後しつこく連絡して付き合ってもらったみたいやけど、めみしすぎてすぐ振られたらしいやん。あんたに対して気持ちも残ってないって言ったけど、残ってる気持ちあったわ。めっちゃ軽蔑してるわ。 これはあんたのたのめに言うわ別れて1ヶ月で他の子を好きになるなんてチャラ男やと思われるで。さよならもう連絡してこないで。